人類が宇宙に移民するようになってすでに半世紀、宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を挑んできた。ミノフスキー粒子によって電波の伝達が著しく阻害された戦場では、あらゆる在来兵器は過去のものとなり、モビルスーツと呼ばれるロボット型汎用宇宙兵器が一躍戦闘の主力となった。地球連邦、ジオン公国ともに戦争の雌雄を決する新型モビルスーツの開発を急いだ。やあ、僕 SD ガンダム、リアルガンダムかっこいいね。今日は僕がガンダムの活躍をたっぷり見せちゃうよ。それはどうかな。誰だ。モビルスーツに関しては連邦軍よりジオン軍の方が優れているはずだがな。お前は SD ザク、どうしてそんなことが言えんだよ。そもそもモビルスーツを開発したのはジオン軍だからな。そうなの。 NS-06 ザクはモビルスーツの開発に先行したジオン軍によって最も大量に生産された機体である。全高 18.0m、 本体重量 58.1トン、120mm マシンガンを標準装備し、開戦直後はその機動力において連邦を圧倒した。一方、連邦軍は新型モビルスーツ開発のための V 作戦を密かに発動させていたが、ジオンの偵察用ザクに発見されてしまう。その戦闘の混乱の中、サイド7の少年アムロ・レイは偶然に連邦の新型モビルスーツに乗ってしまった。RX78 ガンダム、全高 18.0m、 本体重量 43.4トン、 60mm バルカン砲2門を内蔵、ルナチタニウム合金による装甲は耐弾性が高く、ザクマシンガンの直撃にも耐え、ジェネレーター出力は 1380kW とザクの 1.5 倍を上回った。RX78 ガンダムの最大の特徴は、モビルスーツ8のビーム兵器の標準装備である。ビームサーベルはエネルギーキャップ技術による携帯式小型メガ粒子砲の変形で、ザクの超高スチール合金の装甲をも一撃で貫くことができた。そしてもう一つの特徴として、高性能学習型コンピューターの搭載が挙げられる。これは戦闘プログラムをコンピューターが独自に判断していくシステムで、データが蓄積されれば新兵が操縦してもモビルスーツを十分に使いこなせる。しかし、アムロが初めての戦闘で2機のザクを倒せたことは、パイロットとしてのアムロの素養がずば抜けていたというほかはないだろう。よし、ならば赤い彗星のシャアの登場だ。赤い彗星？何それ？ザク、ジオン軍にその人ありと言われた赤い彗星のシャアを知らんのかい？シャアさえ来ればガンダムなんかケチョンケチョンだぞ。なんか危ねえなこの人な。シャア・アズナブ、赤い彗星、ジオン軍屈指のエースパイロット。シャアの操るカスタムメイドの赤いザクは通常の3倍のスピードで連邦軍を吸収したという。連邦の V 作戦を追ってきたシャアはアムロのガンダムと対決。アムロはビームライフルを持ってこれに応戦する。圧倒的な強さのシャアの前にアムロは苦戦するが、ガンダムのビームライフルはシャアの予想をはるかに超えた兵器だった。一撃で撃破か。連邦のモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持ってるというのか。そ
かし、こんなことで驚くシャアではない。あんた、ちょっと怖いよ。連邦軍の V 作戦を執拗に追うシャアは、大気圏突入の直前をついて攻撃を仕掛けてきた。アムロはガンダムで迎え撃つが、270mm バズーカの砲弾も切れ、シャアのザクに翻弄されていく。戦闘は長引き、ガンダムの母艦ホワイトベースはガンダムを残して大気圏へ突入してしまった。ガンダムの目の前でシャアの部下のザクが大気との摩擦熱で崩れていく。ガンダムには冷却シフト、耐熱シールドがあったが、これとて初めての実戦使用のため、本当に機体が持つかどうかは分からなかった。しかし地上に降りたホワイトベースのクルーたちの前に、ガンダムはその無傷な姿を現したのだった。一時はどうなるかと思ったけど、さすがはガンダムだね。大気圏突入ができるなんて。まあザクなんてあんな燃えちゃって。あら、 SD ザクは。おい、ガンダムがあんまり強いからって拗ねなくていいぞ。戦闘中にコースを変えさせてジオンの制圧下の大陸に降ろされたとは知らずに、いい気なもんよ。ガルマの地上部隊の餌食になり。ガウ攻撃空母とドップ戦闘機による大部隊を率いる地球攻撃軍司令ガルマザビ大佐。地上に降り立ったホワイトベースはガルマの地上部隊に襲われ、搭載していた2機のモビルスーツを出撃させた。 RX-75 ガンタンク、全高 15.6m、 本体重量 56.0トン、 120mm 低反動キャノン2門武装。RX-77 ガンキャノン、ガンダムと同時に開発された中距離支援用モビルスーツ、全高 18.1m、 本体重量 51.0トン、 240mm キャノン砲2門を装備。しかしもともと陸戦兵器であるモビルスーツは空中からの攻撃に弱く、ホワイトベースは窮地に立たされていく。ガンダムをカタパルト発進させたアムロは、今まで誰も考えたことのなかった作戦を思いついた。ガンダムのジャンプ力とロケットノズルを併用して空中戦を行うのだ。空中へ舞い上がったモビルスーツに驚愕するジオン兵士たちを知るのに、アムロのガンダムは次々とドップを撃ち落としていく。ついにはガルマの乗ったドックさえ切りつけられ、ガルマ隊は交代を余儀なくされた。いやー、アムロって天才だね。もともとガンダムは陸戦用のモビルスーツなのに、ジャンプ力とバーニアで空中戦をやっちゃうんだから。ねえ、飛びは偉いか、トンボは偉いか、カラスは偉いか。ホワイトベースはガルマの地上部隊に追われ、窮地に陥ったかに見える。しかしガンダムのおとり作戦により背後を取られたガウはホワイトベースの一斉射撃を受け、ガルマは大空に散った。ガルマを助けられなかったことでシャアは第一線から外されちゃうんだね。ガルマ、君の生まれの不幸を呪うがいい。君はいい友人だったが、君の父上がいけないのだよ。MS-07B グフ、ランバラル率いるガルマの仇討ち部隊として地球へ降り立ったこのモビルスーツは、陸戦用ザク2の後継機種として開発されたものである。グフには左腕に
5連装 75mm 機関砲、さらに格闘専用のシールドとヒートサーベルが装備された。またバックパックのスラスターも大型化し、機動性運動性ともに向上している。右腕に内蔵されたヒートロッドは敵を絡め取っては強力な電流を流す電磁鞭であり、これは幾度となくガンダムを苦しめた。性能を持ったグフであったが、それ以上にアムロが恐怖したのはパイロットのランバラルであった。その電光石火の攻撃、そして鮮やかな引き際にアムロは呆然とするのみであった。ただもんじゃないね、ランバラルって男は。ザクとは違うのだよ、ザクとは。お前ザクだろが。ランバラルのグフとアムロのガンダムは再び対決の時を迎え、それはまさにモビルスーツ同士の肉弾戦というにふさわしい戦いであった。切り裂かれたコクピット越しに対面するランバラルとアムロ。しかしその時ガンダムのビームサーベルはグフの背中を貫いていた。モビルスーツの性能のおかげだというランバラルも、あの人に勝ちたいと素直に思うアムロであった。ひょー、ランバラルってかっこいい。もしもアムロが乗ってたのがガンダムじゃなかったらやられちゃってたかもしれないね。そう、ジオンにはすごいやつがまだまだいるぞ。次は黒い三連星だ。これまでのモビルスーツの問題点である地上での移動能力を解決したのが MS-09 ドムである。ドムは熱核ジェットと化学ロケットの複合推力でホバー走行し、モビルスーツ単独での行動半径を飛躍的に向上させた。中でも黒い三連星と呼ばれるオルテガ、マッシュ、ガイアの3人はジェットストリームアタックという連携技でアムロのガンダムを苦しめる。しかしマチルダのミディア輸送機の援護のおかげでジェットストリームアタックをガンダムはかわすことができた。ガンダムは強敵黒い三連星に辛くも勝利したのだった。もう少しのところで。確かにジオンにはすごいのがいっぱいいるけど、ガンダムはもっと強いもんね。なんの、次は連邦軍のジャブロー基地への総攻撃だ。赤い彗星のシャアも復活するぞ。おいおい、ジオン軍戦局の膠着状態を一気に打開すべく、地球連邦軍総司令本部基地ジャブローへの攻撃を敢行した。ガウ攻撃空母の大編隊からジオンのモビルスーツが降下した。その中には数々の水陸両用のモビルスーツが含まれていた。 MSM-03 ゴック、 MSM-07 ズゴック、MSM-10 ゾック、 MSM-04 アッガイ。ジャブロー基地に侵入した赤いズゴックは凄まじい勢いで基地の奥へと攻め入ってきた。連邦軍はガンダムとその量産型である RGM-79 ジムでこれを迎えたが、
赤いズゴックは段違いの強さでジムを叩いた。アムロはそのパイロットがシャアであることを直感的に知る。シャアのズゴックはガンダムのビームサーベルによって片腕を落とされ追い詰められていく。シャアはパイロットとして成長したアムロの前に焦りを感じつつも、ガンダムの頭上の岩盤を崩し地下水脈に消えていくのだった。やっぱシャアは一番かっこええな。その隙にホワイトベースは宇宙へ出ます。 MSR-09 リックドン。開発の遅れていた宇宙用モビルスーツの空白を埋めるべく、 MS-09 ドムの脚部およびスカート内の熱核ジェット推進機をロケットに換装し、冷却システムなどの宇宙用装備を加えた対戦中期の主力モビルスーツで、ジャブローを出発して宇宙へと上がったホワイトベースをキャメル艦隊のリック・ドムが襲う。しかしアムロのガンダムは敵の頭上から一気に攻撃をかけ、母艦の無才をビームライフルの一撃で撃沈した。サイド6に寄港したホワイトベース、それをドズル配下のコンスコン隊が襲う。シャアが倒せないガンダムはそんなにすごいのかってコンスコンを送り込んだみたいだけど、赤い彗星を見くびるなよ。補給のために立ち寄った中立コロニーサイド6を出航するホワイトベース、そのホワイトベースをドズルの命を受けてやってきたコンスコン配下の12機のリック・ドムが襲う。シャアを気に入らないドズル、シャアに変えてガンダムを倒すためにコンスコン隊を仕向けたのだが、それは全く逆の結果になってしまう。すでにニュータイプとして覚醒しつつあったアムロは襲い来るリックドムを次々と倒していった。わずか3分で12機のリックドムを全滅させられうろたえるコンスコンであったが、そのコンスコンの乗った宇宙戦艦チベもガンダムのビームサーベルの一突きで宇宙の塵と消えたのだった。シャアの実力が分かったら参ったか。でもそれってガンダムは強いってことでしょ。ふん、ならば一対一の勝負だ。望むところだ。テキサスコロニーへ降り立ったガンダムは再びシャアと対決することになる。 MS-14 ゲルググ全高 19.6m、 本体重量 42.1トン。従来の全てのモビルスーツのノウハウを結集し、ジオン軍最初の携帯式ビーム兵器を搭載した、いわばジオン軍のガンダムというべき機体である。ゲルググを狩るシャアはアムロのガンダムと全く互角の戦いを繰り広げている。機外弦を照射したゲルググのシャアはニュータイプパイロットララーをかばって交代する。一方アムロのガンダムもコロニー外壁の穴に吸い出されそうになり、ゲルググを見失った。
どうやら引き分けらしいな。何の連邦軍にはまだ新兵器が。なんだと。どうだ、これが連邦軍の新兵器、ソーラーシステムの原理だ。ソーラーシステム。南極条約により核兵器を封じられた連邦軍がアステロイド要塞攻撃用に開発した兵器システムである。原理は太陽光線をミラーで反射し就航させ高熱を得るという極めてシンプルなものであった。ソロモン攻略戦において絶大な効果を上げた。ソーラーシステムによってソロモンは壊滅し、ドズルはついに MA-08 ビグザムを始動させた。その大型メガ粒子砲は連邦軍の RB-79 ボールなど一撃で吹き飛ばしてしまうほどの威力がある。全高 59.6m、 本体重量 1021.2トン、機動兵器として初めて対ビームバリアを装備し、敵のビームを変更させて無力化する能力を有していた。また28門あるメガ粒子砲の一斉射撃は小規模の艦隊に匹敵する火力であった。スレッガーの乗るコアブースターの捨て身の攻撃に助けられ、アムロのガンダムはビームサーベルによってビグザムを倒すことができた。しかし戦争はいつも悲劇を生む。ニュータイプとして目覚めたアムロは敵のニュータイプパイロットララーと戦闘中に心を通わすことができたが、自らの手でララーを殺してしまうのだった。MAN-08 エルメス。ニュータイプパイロットララースンによって操縦されるニュータイプ専用モビルアーマーである。全高 47.7m、 本体重量 163.7トン、2門のメガ粒子砲を搭載しているが、攻撃の主体は本体から射出される無人攻撃機ビットである。ビットは機体の後部に10機搭載されており、ニュータイプの持つ感応波を利用したサイコミシステムによって距離や電波状態の干渉を受けずに遠隔操作での攻撃をすることができる。アムロはそのニュータイプ能力によって常人では到底ついていけないスピードのビットを次々と粉砕していき、エルメスに迫った。しかしその時、アムロとララーはニュータイプ同士の共振を起こしてしまった。割って入ったシャアのゲルググに対するガンダム。ガンダムのビームサーベルはゲルググの腕を切り落とした。そのとどめの一撃がシャアをかばったララーのエルメスを貫いてしまった。返しのつかないことをしてしまった。アムロの頬に涙が伝った。悲しいな、わしも思わずもらい泣きや。おめはなねべ。宇宙要塞ア・バオアク、ジオン軍の最終防衛ラインとなる。このアステロイド要塞へ連邦軍はついに攻め込んだ。 MSN-02 ジオン、全高 17.3m、 本体重量 151.2トン。 ただしプロトタイプ1号機は 80% の完成のため脚部はついていない。有線制御式5連装メガ粒子砲を2機搭載し、サイコミシステムによるオールレンジ攻撃が可能である。ジオン軍に乗ったシャアは
アムロのガンダムに最後の戦いを挑んできた。次々と損傷していくジオングとガンダム。そしてついにジオングとガンダムは相打ちになり、両者の機体は大破した。ガンダムを自動操縦に切り替えたアムロは最後の一撃をジオングに浴びせる。ガンダムもまたジオングのビームによって崩れ去っていくのであった。爆発に飛ばされア・バオア空の中を漂うアムロ。ホワイトベースもまたア・バオア空の爆発に飲まれていく。ランチで脱出したホワイトベースのクルーたちの見守る中、爆発の中からアムロの乗ったコアファイターが現れた。宇宙世紀0080。この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国との間に終戦協定が結ばれた。さあ、お楽しみいただきましたモビルスーツ大図鑑、そろそろお別れの時間です。お相手は私 SD ガンダムと SD ザクでした。それでは皆さん、ごきげんよう。Formula 91.